Back in ETV。バルコニー TV 東京支部裏ミュージックアカデミースペシャル、イエーイ。ということで今回のゲストは裏ミュージックアカデミーで特別賞を受賞された橋本聖子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何を歌っていただけるんでしょうか。はい、今日は私のデビューシングルの消せない履歴という曲を歌わせていただきます。いつもはオケなんですけど、はい、今日は特別ピアノバージョンで、サポートの翔太郎さんと一緒に、披露したいと思います。はい、それでは早速お願いします。はい、よろしくお願いします。涙が溢れ出して止まらないよ、時間が戻れば誰がよ、ありがとうって言えたらいつか。人を好きになるってこと、どんな気持ちか忘れていた。あなたがよく叩いたあのメロディー忘れないよ。留守電に残ってたあなたからのメッセージ、いつまでも消すことさえできない。
裏ミュージックアカデミー特別賞受賞ということで、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。感想を、はいはい、お聞きしたいんですけど、まさか、はい、あの特別賞をいただけると思わなかったので、はい、本当にびっくりしたのと、あとすごくなんかびっくりしたのが大きくて、はい、あの嬉しいんですけどすごくびっくりしましたすごい、とにかくびっくりしたということで、はい、本当にあの、はい、投票してくださった皆さんと、本当にありがとうございます。おめでとうございます、はい、そして今日あの披露していただいた曲なんですが、はい、その曲はどうやって聴くことができますか？この曲はあの、はい、YouTube で橋本聖子歌手で検索してもらうと、はい、あの消せない履歴やあと他の楽曲もいろいろ出てくるんですけど、はい、それとあと CD があの発売していまして、はい、ライブ会場であの手売りで物販しているのと、はい、あとはネットで Amazon さんやタワレコさんなどで、はい、オンラインで発売しているので、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい、じゃあそちらまとめてその情報じゃあホームページでチェックできる、はい、そうですね、はい、はい、じゃあそちらの方も皆さんぜひチェックしてみてください。それでは今回はバルコニー TV 東京支部裏アカデミー裏ミュージックアカデミースペシャルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バルコニー TV